おじいちゃん70歳のお誕生日おめでとうございます。プレゼントとして素敵な声のお便りをお送りします。まずはこちらの近況を報告します。いよいよ春休み、テスト詰めも終わって、地名探し、ローマ字、思い出文集作り、ドッジボールなど楽しくしている最中です。思い出文集はみんなの寄せ書き、作文などいっぱいあって、とっても楽しい文集です。みんな中拍子などに先生、友達のサインをもらうのに休み時間大騒ぎ。それで3学期もすぐ終わってしまいそうです。私は早くおじいちゃんのところに行きたくてたまりません。早く来い来い春休みです。次に私のピアノをお送りします。題はモーツァルト作曲ピアノソナタケッヘル330番です。この曲は5月半ばに行われる公開レッスンの予選で弾きます。聴いてください。Thank you.
どうでしたか？練習中なのであまりうまくありませんが、公開レッスンの時はもっと上手に弾くつもりです。これからもずっと2人元気でいてください。パパとママもおめでとうと言っていました。これで恋のお便りを終わります。